配信で申し訳ないのですが、はい、お話かありがとうございました。あ、ちょっとめっちゃはみ出てるわ。明日もあるということなので、はい、明日もよろしくお願いします。朝10時からです。ありがとう。よいしょ、よこよ。ハートありがとうね。そう、めっちゃ楽しかったです。広島1日目お話し会。そうなんですよ。起きれるか、頑張って起きましょう。話できてありがとうございました。リアルまいちゃん可愛かった、嬉しい。お洋服、あ、今日はそう、あの X には投稿したんですけど、はい、あの何ですかね、セーラーっぽい服でした。コスプレ、コスプレですよ。ありがとう。あのなんだっけ、編み物。1時間目から行きます。お待ちしてます。明日は白い、明日は白いです。明日はなんかドラさんでなんか白黒で揃えようって話をしてて、でドラさんで白黒で揃えるって私全然よく分かってなくってで、なんかドラさんの LINE でなんか今日送ったんですよ。さっきあのお話し会終わったぐらいに、皆さん明日の服を教えてくださいって言ったら、配信が終わった後に送りますみたいなの来て、でみんなの服をまだ知らなくって、なんか白黒しか聞いてないから、私そう白い服用意してるんだけど、上下で白黒、いやなんか白と黒ので合わせようみたいな。今日おきぽが間違えて着てた。え、なんかね、そう、そしたらなんかおきちゃんが朝、え、まいちゃん今日じゃないんって言われて、で、え、何がって言ったら、トラさんのおそろの日って今日だよねって言って、おきちゃんなんか黒っぽい服着てて、で、え、明日じゃないんって言ったら、え、やっぱそうかなみたいな。そらは今日パセリとお揃いの服着とるし、まいちゃんも別の服着とって、えー、みたいになって、ホキちゃんは明日何を着てくるんだろう。ホキちゃんが一日間違えて、そう、ね、ちょっと分かんないんですけど、明日です、25日。どうもありがとうございます。グレーもありだよ。まあ白と黒混ぜたらグレーだから。ありがとう。ちょっとね、どうなることやらですけど、白黒なんかシミラールックみたいな感じにしたいねっていう話してて、なんかお揃いっていうよりかはなんかちょっと似てるみたいな、シミラールックがいいねっていう話してて、で、じゃあ白と黒のシミラールックしようって言って、でもみんなが何を着てくるのか。シミラー、なんか似てるっていう意味だっけ、なんかシミラーって
シミラー、英語でシミラー。そんな単語あったなシミラそう、似てる感じな。え、本当にでも言うんよ、シミラルックってありがとう。ユミラちょっと違いますねあー、それとはちょっとまた違いますね ケイト、ありがとう。明日も絶対寮行きある。ん、何の確認や絶対領域の確認された。ないって言ったらどうなるんだろう。なんかあるのがいつもみたいな感じですけど、いや、その いつもあるわけじゃないです悲しむ、泣いちゃう。重要なの？あったら行きます。ケンさん、ありがとう。中村舞です。海県出身です。テンションが変わります。まあ明日の服は明日のお楽しみ。画面横のピンク色何？これ私の肌え、待って、どれ、なんだろう、お手が映ってた指指です。星？これあの、昔のショールームの残像。昔、かつてショールームは星というものがあったのです。私が飾り継いでいきますね。そう、遥か昔、このような星が、あとね、これ以外に3色ありましたね。このオレンジ、ピンク、他に3色。計5色の星が。懐かしいよね。今はもうこのキラキラあの一種類しかない。どうもありがとう。どうもありがとう。お風呂もありがとう。毛糸もありがとう。毛玉じゃない、毛糸ありがとう。そう、これ私のあの何ですっけ、クローゼットです。いつもここの服だけがはみ出るんですよ。なんか多分クローゼットの中のものが多すぎて、この服だけいつもはみ出ちゃうんですね。
で、このこっちにこの壊れたんだけど鏡があるの。この何ですか、等身大、割とデカめの鏡があってさ、さこのクローゼットを開けるたびにこの鏡がねめっちゃずれるんですよ。でいつもうわーってなりながら毎日本当に過ごしにくい日常。壊れてんの。割れてる、いや違う、なんか一人立ちできなくなった。なんかあの何ですか、こういう鏡って一人でも立ってくれるんですけど、なんか何かに立てかけないともう立たなくなって、でずっとこれもうダメだなと思いながら、ホコリがねマジで誰か拭いてください。そうなの、これなんかね、このもう本当にポンって置いたらブッカババーってあの全部何ですか、こういう風にさ立てかけができなくなってさ、自立そうできません、もうぺちゃんってなる。危ない、え、そう危ないの、だからここの鏡がよく頭に降ってくるので、マジで本当に、あ、全然なんかその危ない感じじゃ降ってこないんだけど、よく降ってきます。まずここのクローゼットのところに置くのが間違い。もうさ、こういう鏡ってさ、なんかどうしたらいいかわかんないんですよね。なんか壊れてもさ、なんか粗大ゴミなのかな、なんなんだろうみたいな。もうなんか割れたわけじゃないから見えるしなーって。ずっとここに置いてる。あ、粗大ゴミなの？そうなの？なんで服はみ出してるの？いつもはみ出るんよ。そうなの。こっちに行ったらいろいろある。見せません。見せてありがとう。ファンミで抽選。いやいやいや。これ壊れたから。それではどうぞって。ダメですよ。なんか鏡ってさ、なんか念とかこもってそうじゃない？毎日見てさ、自分の姿が映るものだからさ、なんか自分のさ、こうなんかいろんなものがこもってそうじゃない？この鏡。なんかあるよ絶対。もらいたいんかい。いいですよみたいな人多い。二郎系出てきそう。だったらいい鏡だね。いやね、この鏡あんまりね、あんまりもう使ってないんですよ。私あの全身見たいとき大体お風呂場まで行くんで、お風呂場の鏡使ってるんで。センキュー？あ、ほんとだ、センキュー日だ。センキュー。みんな、センキュー。ありがとう。ね、すごい。19日ですよ。本当ありがとう。嬉しい。ありがとう、いっぱい。このなんか、あ、毛糸だった。ありがとうございます。
今日はもうすぐに眠れそうです。今年はうるう年だよ。え、うるう年って29日がある月じゃないやね、年のこと言うんだっけ。あれそうだっけ。あれなんだ、ポチャッコの誕生日なんだよ今年。あるわ確かに。スケジュール見てて29日ありましたね。まぶたうまそう。ちょっと2月29日、そう4年に1回だよね。あのさ、ポチャッコの誕生日がさ、うるう年なんだけどさ、なんかだからこそさ、ポチャッコの誕生日盛大にさ祝うの、サンリオさん。だからさ、なんか2月29日にさ、すごいなんかゲームセンターとかがさ、すごいもうポチャッコハッピーバースデーみたいな感じになって、もうその誕生日をめちゃくちゃお祝いするから、ちょっと羨ましいなーって思ったことがありますね。サーモン氏としては。そう、4年に一度。ありがとう、この毛糸サム5月、サムもお祝いしてもらえるけど、やっぱなんか4年に一度ってなるとなんかもうね、オリンピックじゃん。もう、どうやったー。え、でも29日誕生日の人はいつ祝うんだろう。28とかかな。まいちゃんの好きな数字ってやっぱ9なの？なんか好きな数字とか、なんだろうな。あんまないかも。まあ9って言っとこうかな。9！ なんか優柔不断すぎてさ、好きな服とか、好きな服じゃないや、好きな数字とかさ、好きな色とかさ、あんまりなんか決めれん。83？ オーディションの番号。PR 舞台の5、5位。確かに数字に思い出はいっぱいあるわ。好きなひらがな？あ、すが好きかも。なんか書くときが楽しい。あ、嘘。そうでもないかも。適当。あ、何が好きかな？あ、全部好きかも。でもなんか、この、漢字っていうか、文字、書いてて楽しいみたいな字ない？なんか、私、なんかこう、丸書くのが好きなのかな？わかんないや。あー、好きかな？わかんない。好きじゃないかも。どうだろう。あー、ちょっとわかんなくなってきましたね。ね？ねはね、まあ、れと書き間違える時があるけんね、ちょっと得意じゃないですね。あ、でもね、一番苦手なひらがなはゆ。マジ、ゆってマジむずくない？あのさ、こうして一筆書きでゆって書く人もおるし、こうやってこうしてこう書く人もおるし、いやマジでゆって一番難しいなって思いながら生きてる。マジゆ難しい。ひらがなのゆ。
湯が一番描くときにどうしようかなーなりますね。一筆書き派？いや私もね迷うんよね。あ大好きよ私。ああとかもおとかも大好き。楽しい書くの。ふかな俺。わかる。ふえふふが好きって。ふむずくない？ふむずい。めっちゃわかる。もう冬とかめっちゃむずくない？ふも湯も難しいんだから困っちゃう本当に。ふもこうここをそのままつなげるかめっちゃ迷う。ふめっちゃ難しい。そうも迷わない。いや、わかるよ。でも私、そうは、好きかも。いや、わからん。どうかな。漢字で書きなさい。あ、本当だね。確かにね。すごい。みんながいきなりおやすみって。今日の続きはまた明日、また明日、明日も朝10時からです。誕生病よ予病りょんきゅうさん、くまねぷぱさん、サンライナーさん、ピロミーさん、ナッツンさん、太郎くんさん、元町さん、タメデスさん、シーサーさん、福太郎さん、福ちゃん丸さん、あおさん、はやりんごさん、ありがとうございます。ありがとう。ここにしてもあなんか小判みたいなのありがとう。また明日です。皆さんおやすみ。おやすみ。明日は日曜日です。見せてハートありがとう。皆さんお疲れ様です。また明日。ありがとう。おやすみ。またね。ハート結婚してありがとう。また明日。ででで。センキューセンキューの日でした。お野球、お野球。またねー。